どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらの ANA アメックスの一般カードですね、それと一緒に ANA アメックスゴールドありますよね。こちらの2つのクレジットカードがですね、新規入会キャンペーンがですね刷新されましたので、本日はこちらの解説ね、やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、 ANA アメックス一般カードと ANA アメックスゴールドのね、新規入会キャンペーンの解説やっていきたいなと思うんですけども、間違いなくですね、この2つのカード、今までの新規入会キャンペーン過去最高っていう風になりますんで、発行ね、検討されてた方はですね、ぜひね、この機会に発行していただくのがね、いいのかななんていう風に思いますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、一般カードの方からですね、こちらからですね、 ANA アメックス一般カード新規入会キャンペーンということで、新規発行後4ヶ月以内にですね、合計50万円決済していただくと25,000ポイント、合計120万円決済していただくと15,000ポイント、合計150万円決済していただくとさらに10,000ポイントということで、こちらね、通常決済分150万円の決済分のポイントを入れて、合計ね、65,000マイルがね、獲得することができるっていった形になります。で、 ANA アメックス一般カードはですね、入会していただくと入会ボーナスっていうのがね、1000マイルもらえるっていう風になりまして、またね、 ANA のね、マイトモプログラムっていうね、 ANA のキャンペーンでね、こちらは ANA カードね、初めて発行される方限定にはなるわけなんですけども、 ANA の公式サイトに既存のね、 ANA カード会員の方の紹介番号と名前ね、入れていただいて申請していただくだけですね、追加500マイルがね、もらえるっていう風になりますんで、 ANA カードね、周りで持ってる方ね、ちょっと探していただいて、もしいらっしゃったらですね、そちらの方から紹介番号と名前ね、いただいて入力していただければですね、こちら申請するだけでね、プラス500マイルもらえるっていう風になりますんで、もしね、周りにそういう方いらっしゃらないっていう方はですね、概要欄にね、私の入れておきますので、もしよければですね、ご活用いただければなと思います。ですので、こちら全部入れていただくとですね、 ANA アメックス一般カードですね、最高66,500マイルがね、もらえるキャンペーンっていう風になるんですよね。これね、かなりすごいですよね。この ANA アメックスの一般カードはですね、年会費7700円ということで、比較的にですね、年会費が安いクレジットカードっていう風になるんですよね。でもですね、獲得できるマイルはね、合計66,500マイルということで、かなりね、いいのではないのかななんていうふうに思います。それでは次にですね、 ANA アメックスゴールドの方ですね、今回ね、こちら本当にすごいです。過去最高っていう風になっておりまして、 ANA アメックスゴールドの方はですね、新規入会のボーナスで2000マイルがもらえます。で、新規入会キャンペーンということで、新規入会後4ヶ月以内にですね、50万円決済していただくと30,000ポイント、120万円決済していただくと50,000ポイントで、150万円の決済していただくと35,000ポイントということで、またね、150万円の決済分のポイントを入れるとですね、15,000ポイントということで、これね、全部合計していただくと132,000ポイント、まあ132,000マイルがね、獲得することができるっていった形になるんですよね。これめちゃくちゃすごいですよね。で、先ほど同様ですね、この ANA アメックスゴールドの方もマイトモプログラムね、登録することができるっていう風になりますんで、こちらね、追加2000マイルがもらえるっていう風になりますんで、 ANA カードね、初めての方であればですね、最大134,000マイルがね、獲得することができるっていった形になるんですよね。いやね、これめちゃくちゃすごいですよね。134,000マイルっていうのは過去最高だと思いますね。私が YouTube やり始めてもかれこれ3年ぐらい経つんですけども、おそらくね、10万マイルを超えたことはあるんですけども、13万っていうのはね、今まで聞いたことがないので、これはね、めちゃくちゃすごいですね。今回ね、この一般カードとゴールドカードね、両方とも新規入会キャンペーン来てるんですけども、これね、どちらがおすすめなのかって考えたんですけども、まあ一般カードもですね、年会費が比較的安いので、まあおすすめできないわけではないんですけども、このゴールドカードね、年会費34,100円、ちょっと年会費は高いんですけども、まあ最大ね、134,000マイルですからね、ちょっとね、年会費はちょっと高いですけども、
倍になるっていう風になりますんで、まあ、今回に限ってはですね、ゴールドカードでもね、いいのではないのかななんていう風に思うんですよね。まあここはね、まあ皆さんに選択していただく形になるわけなんですけども、まあ、13万4千マイルはね、本当にすごいですよね。それでは次にですね、今回ね、2枚のカード、新規入会キャンペーンで、ね、来ておりますので、基本スペックね、おさらいしておきたいなと思います。まずね、ANA アメックス一般カードの方ですね、こちら、ちょっと私の方でまとめさせていただきましたけども、ANA アメックス一般カードはですね、年会費が7700円税込みかかるっていう風になっておりまして、家族カードがね、2750円かかります。で、基本還元率はね 1% っていう風になっておりまして、 ANA の航空券購入されると 2.5% っていった感じになります。で、一般カードなんですね、 ANA 前のね移行手数料がかかるっていう風になりますんで、こちらね年間6600円がかかります。で、貯まるポイントはねアメックスリワードポイントという風になっておりまして、ポイントの有効期限はですね、この ANA マイル移行手数料ね支払っていただいて、このポイント移行コースっていうのね登録していただくんですけども、登録していただくとですね、ポイント有効期限ね無期限になるっていった感じになります。またね、入会と継続ボーナスということで1000マイルがもらえて、搭乗マイルが 10% で、またね空港の手荷物宅配サービスですね、こちらね海外旅行限定にはなるわけなんですけども、帰国時にですね成田、中部、関空でね利用することができます。で、空港のカードラウンジですね、アメックスのクレジットカードっていう風になりますんで、同伴1名までね利用することができます。またね、旅行保険ということで利用付帯でね旅行保険がついております。で、各種プロテクションですね、オンラインプロテクション、ショッピングプロテクション、航空便遅延保険ということで、こちらもね付帯しているクレジットカードっていう風になります。で、次に ANA アメックスゴールドカードですね、年会費34,100円、家族カードが17,050円かかります。で、基本還元率が 1%、 貯まるポイントがアメックスリワードポイントということで、またね決済ボーナスということで、この ANA アメックスゴールドカードはですね、年間300万円決済していただくと ANA スカイコインがね1000コインもらえるっていう風になっておりまして、またね100万円決済達成していただくごとにですね5000スカイコインがねもらえる、まあこちらアメックスやってるね特別プログラムみたいなのがねあります。で、 ANA の航空券購入時には 3% 還元っていう風になりますんで、100円で3マイルがね貯まるクレジットカードっていう風になります。まあこちら ANA のね航空券、まあ、ANA の関連商品のみにはなりますけども、100円で3マイルっていうのはねプラチナ級のねあの還元率っていう風になります。で、ポイントの有効期限は無期限で、またねこのゴールドカードに関してはポイントをね ANA マイルに交換する手数料みたいなのはねかからないっていった形になります。で、入会継続ボーナスは2000マイル、搭乗ボーナスは 25%、 手荷物宅配、カードラウンジ、旅行保険に関しては同じっていう風になっておりまして、各種プロテクションがねちょっと変わっておりまして、ショッピング、オンライン、リターンねあるんですけども、スマートフォンプロテクションっていうのもねこの ANA アメックスゴールドの方にはね付帯しているっていった形になります。で、 ANA のねゴールドカードということで、 ANA スカイコインのね交換レート、まあマイルからコインにね交換するレートが 1.6 倍で利用することができます。またね、チェックインカウンターということでエコノミークラスをね搭乗している場合でもですね、この ANA のゴールドカードを保有しているとビジネスクラスのねチェックインカウンターにね利用することができるっていう風になりますんで、これエコノミーでもね利用することができますので、これゴールドカードのね結構強い特典っていう風になります。ということで、今回ですね ANA アメックスの一般カードと ANA アメックスゴールドカードの新規入会キャンペーンということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、いや本当にねめちゃくちゃすごいですね。まあ私はね ANA アメックスゴールドねちょっと年会費高いですけども、150万円決済ね見込める方であればですね、13万4000マイルということで、おそらくねあのファーストクラスで行ってビジネスで帰ってくる、ビジネスで行ってファーストクラスで帰ってくるみたいな、まあ、東京ニューヨークね、まあ、前回私行きましたけども、まあ、そういった感じでもですね13万4000マイルあればね利用することができるっていう風になりますんで、これはねめちゃくちゃすごいですね。ちょっと年サーチャージがね高い部分もあるんですけども、まあ、これはねかなりいいですよね。まあ、国際線で利用しなくてもね
国内線でね利用していただいてもね十分いいかななんていうふうに思いますし、13万4000マイルあればねかなり国内線利用できるのではないのかななんていうふうに思いますので、ぜひね発行検討されてた方はですねこの機会にね発行していただければなと思います。で今回のこの入会キャンペーンなんですけども、ウェブ紹介特典っていうふうになっておりますので、もしね発行検討される方はですね概要欄にね詳細載せておきますので、もしよければですね活用していただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。